どうも皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへようこそ。本日はダウンオブマンやっていきたいと思います。鉄器時代に入っていよいよ最終時代ですね。これで162、馬絶滅するの？鉄器時代入ったら。じゃあちょっと待って、助けて、ヘルプじゃなくてさ、助けてほしいけど。ちょっと待って。ちょっとロバで行かないとダメじゃない？あとさ、家が少ないと思うんだよね、そろそろ。どこに家を増やすか。カツカツなんだよな。空きがない。空きがないよ。無理か。こことか。いいんじゃない？もう通れなくなるけど、とりあえずこんな感じで。で、ストローの数が足りないので、いつも畑を大量に増やしたけど、どうなることやら。果たして作業が、田植えが終わるのかどうかが怪しい。ここもう一個ぐらい増やしといた方がいいかな。いや、ダメだ。すごい勢い減っていくね。半分ぐらいでなくなる？早いわ、これ減るの。ちょっと待って。すごい減りだわ。これ畑増やさないと、乗り切れないでしょ。ディープマイニング、あれあれ6じゃなかった？気のせい？いきなり値上げしてるように感じるんだけど。まあまあまあ、木が足りない。いいね、この家も建つんだ。まあこれでしばらく大丈夫かな。家も服しか足りない。服足りてるけどね。ああこれちょっと下げてあげよう。一応服の数足りてるから、そんなに焦ることはないね。意外と豚が耐えてる。食料ないけど。いいね。果たしてこれで田植えが終わるのか。157。180いかなければまあ大したもんなんだけどね。最近の傾向から見て。トレーダーやたら来るな。やたら襲いに来てるだけだろ、これ。絶対疑ってるからね。絶対違う村から来てるんじゃないかと。160。まあまあまあ、160なら。あ、でも180超えなくなったかな。180超えないんだったら、まあ、悪くはないと思う。あとは動物だよね。食料の豊富さがちょっと足りない気がする。
動物今 150% か人口に対して。まあでもそんなに苦しい生活でもなさそうだけど。木が足りてないな。田植え終わってからでいいかな。ああでも結構いい感じで回ってる、 100% ぐらいで、うんうんうん、まあ悪くないね。これだけ田植え終わるんだったらかなり来シーズン結構な量を求められそうだけどな。ここザルなのかな、一番すごい気になる。もう一個ぐらい作る。三つぐらいあれば満足かな。なんか食料の数が相当不安なんだけど。食料の数って 150%、 まあえちょっと待って、動物の立てるしかないね。急に降って湧いたような難題なんだけど、立つところがない。あ、ここかろうじて。2つぐらい作ろうかな。1個、空いてない、スペースがない。いやー空いてないな。どうする、この辺の木切ったら空いてくれるかな。ちょっと切るまで待とう。空いてないって不思議だよな。なんか一軒ぐらい立ちそうだけど。ダメか。そんなにどこも空いてない。あ、そう。え、開いてないの？これ開いてそうに見えるけど。あ、ここかろうじてここ。よし、今2つ追加するしてたから、これで大丈夫じゃないかな。あと3ポイント。今日はいかないかな、このあと3ポイントじゃ。ちょっと怪しいとこだよな。鉄の量とかも50まで取るようにしてあるから。取る量は心配ないけど。食料がないんだけど、これ大丈夫？
人口を増やそうかな。はい。おぉ、すごい来たね。アイアンアックス。スチール。おぉ、すごいね、みんな。すごいの持ってきすぎだろ。さて、耐えきれるか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、急いで急いで。被害は11人は多いな。ここ弱いな。本当に？あ、何この旗。旗すごそうじゃない？ちょっとおもむろに新しいものはどんどん作ってみよう。いやー、ちょっと待って。ここさー、足りないのかなー。3つでダメだったもんね。ちょっと大量に作ってみようかな。果たして間に合うのか。動物の小屋は間に合うね。あとは借り入れかな。150は超えてないけど。あ、超えてる超えてる。どんどん加速してってる。あ、すごい減ってってるけど。あ、ちょっと待って、食料ないわ。え、どうするのこれ。いや、役に立たないな。なんだこの人たち。ちょっと待って、どうしよう。急遽釣りを再開。待って待って、大丈夫大丈夫、釣りをすれば。まずいでしょこれ。あれ、釣り道具は？ああ、一応作ってるね。10本、15本ぐらい、20本ぐらいにしとく？まずい、メイトボトルかも、このまま。怪しくないこれ。借り入れ終わるのか。そして、動物小屋は間に合ったみたいだけど、いやー、これ積んだか、積んだのか、ここまで来て。いや、怖い。はい、ここ、今日はここまでにしたいと思います。積んだら終わるか、違うのをやるか、ちょっと考えてます。それでは本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またね。